心身ともに固まりがちな方に向けてのシークエンスをご紹介していきます。さあ今回のテーマは呼吸です。で呼吸といってもいろんなアプローチの仕方がありますが、今回は一つの呼吸に一つの動作を合わせて流れるように動いていく、そんなシークエンスで行っていきたいなと思います。で今日も座って行えるような簡単なシークエンスになっているので、ぜひ皆さんも一緒に行ってみてください。それでは早速始めていきましょう。では自分の安定する姿勢で座っていきます。で座ることができたら背骨は下から一つずつ積み上げていく。丁寧に首の骨も頭のてっぺんまでもスーッと一本のラインが出来上がるように。さあ一本のラインが出来上がったら、まぶたをゆっくりと閉じていきましょう。閉じ終えたところでご自身の呼吸への意識、息を吸うと胸やお腹が膨らんでいく、そして吐いていくとそれが元に戻っていく、吸うとまたそれが広がっていって吐くと元に戻っていく。無理に深い呼吸をしようとしなくていいので、ご自身の心地のいいペース、ただいつもよりも一つ吸う息も吐く息もゆったりとしてあげるような、そんなイメージを持ってあげます。さあその吸う息と吐く息、それに合わせて体を動かしていく。呼吸を深めながらゆったりとした自分の内側の時間の流れを感じていきます。それでは次の吐く息が来たら、両手は体の真横へと下ろしていってあげましょう。息を吐き切ったら次の吸い息、両手を天井方向へ。気持ちよく息を吸って胸を斜め上一つ押し上げるイメージ。息を吸い切ったら吐く息でゆっくりと下ろしてくる。息を吐き切ったらもう一度息を吸って、吐く息でゆっくりと下ろしてくる。あくまでも腕が上がるのが先ではなく、吸い気で胸が広がっていくから腕も自然とそれについてくる、そんなイメージを持っていく。吐く息もゆっくりと力が抜けていくから腕が自然と落ちていく。呼吸が主体で体を動かしていく、自分の呼吸のペースでいいです。吐く息でゆっくりと下ろしてくる。さあラスト1回吸い始めると、胸やお腹が膨らんでいく、その動きに腕がくっついて上がってくる。吐く息で力が抜けていくから腕も一緒に降りてくる。 OK。息を吐き切ったら吸い気、今度は自分の左の手を天井方向へ。吐く息、右手を支えにしながら体を真横に倒していく。次の吸い気、胸を一つ斜め上天井方向へと開いてあげて、吐く息、今度は逆に床の方向へと胸を少し閉じるようにしながら、指先を一個遠くにして息を吐き切る。繰り返す。吸って胸を斜め上、吐きたくなったらゆっくりと力が抜けて指先を一個遠くで大丈夫。もう一回吸って、吐いて指先一つ遠く。ラスト1回吸って、吐いて指先を一つ遠く。
OK、次の吸い気、その腕を大きく回し始めましょう。これも呼吸に合わせて回していく。吐く息で胸が閉じていく。吸い気が来たら胸が大きく天井方向に広がっていく。そう、吐くと胸は自然と閉じたくなるはず。吸い気では胸は自然と広がっていく。うん、大きく回す。次の吐く息、吐き切ったら吸い気ではまた耳の横に腕を戻してきてあげましょう。吐く息で力を一つ抜いて体の脇の伸びを深めていきながら、息を吐き切ったら吸い気ゆっくりと上体を引き上げてきて、吐いて手を楽な位置へと下ろしてきたら、今度は反対、吸って右手、吐いて体を真横へと倒していく。さあ吸い気、また胸を斜め上に少し押し上げて、吐く息では逆に胸の閉じる感覚を感じながら、指先を一つ遠くで息を吐き切る。吸って胸を開く。気持ちよく吸い切るから、吐く息自然と吐かれてきて、力が抜けて胸が閉じていく。指先を一つ遠くで息を吐き切って、吸って、吐いて閉じる。ラスト1回、吸うと自然と胸が広がってくる。吐くと閉じてくる。次の吸う息が来たら、その腕を大きく回し始める。吸い気で胸の広がりを感じてあげて、吐く息で胸が閉じてくるのを感じながら、腕も一緒にそれについてくる。OK、 次の吐く息、吐き終えたら吸い息で耳の横に腕を戻してきてあげましょう。吐く息が来たら、一つ体の脇の伸びを感じて力を抜くイメージ。吸い息とともに上体を引き上げてくる。吐いて手を楽な位置、そのまま腰の後ろで手を組む。息を吸って、背骨を長く、胸を斜め上、天井方向へと押し上げて、吸い切ったら指が絡めたまんま肩の力を抜いて、息を吐く。吸って伸びる。吐いて力を抜く。胸が自然と閉じてきて、息を吐き切ったら吸いたくなるから、背骨が下から伸びて胸の開きにつながっていく。吐いて自然と力が抜けてく。ラスト1回、吸って、吐いて指先、絡めた指先ほどいてあげて、今度は体の前で指を絡める。息を吸って、背骨を一つ長くしてあげましょう。吐く息、今度は背中を丸めながら、腕の中に大きなボールを抱えているイメージを持って、背中丸く、肩甲骨も広く息を吐き切る。吸って背骨まっすぐ。吐いて丸くなる。吐き切ったら吸いたくなるから、背骨はまっすぐに。
吸い切ったら吐きたくなる。吸って吐いて、丸く丸く肩甲骨、背中広くしてあげて、次の吸い切り、指先ほどいてあげて、膝の上と指先を置いてあげて、背骨まっすぐにしてあげる。さあ、ここから一度息を吸って、背骨まっすぐにしましょう。吐く息、ここからは骨盤を後ろに回していくイメージを持ってあげて、そう、骨盤を大きく回し始めます。大きく後ろに傾けて、吸う息では胸が前に出てきて、腰から伸びを感じながら、骨盤を大きく回す。吸う息で骨盤が前に傾いてきて、吐く息では後ろ、吐く、吸う息では前に、そう、吐き切ったら反対回し、吸って前、滑らかに柔らかく動かしていくイメージでいいから持ってあげること。骨盤がまん丸いボールになったような、そんなイメージ。OK、ゆっくりと次の吐く息吐き終えたら、吸う息とともに背骨をまっすぐに戻してきてあげましょう。さあ、もう一度まぶたを閉じて、少しそのままゆったり。さあ、今の自分の呼吸に意識を向けてみる。吸う息の感覚、そして吐く息の感覚、今はどんな感じがするでしょう。少しせわしない時期に入ってきたので、自分の呼吸に意識を向けて、静かに目を閉じてみる。そしてゆったりと呼吸とともに動いてみる。それもいいかもしれないです。それでは両手胸元で合掌してあげて、本日のシークエンスは以上です。ありがとうございました。